ラフィー・ウッタウラは、北、インド、ムガル帝国の、第11代君主、シャージャハーン2世とも呼ばれる。父は、第7代君主バハードル・シャー1世の三男、ラフィー・ウッシャーン。1696年6月、ラフィー・ウッタウラは、バハードル・シャー1世の三男、ラフィー・ウッシャーンとその日、ヌール・ニザーベーグムの息子として生まれた。1719年6月6日、 サイード兄弟は皇帝ラフィー・ウッタ・ラジャートを退位させ、その兄であるラフィー・ウッタ・ウラを新たな皇帝とした。なお、弟の知性にアーグラで擁立されたネクシアルは8月13日に捕らえられデリーで遊兵されることとなった。9月19日、サイード兄弟はラフィー・ウッタ・ウラも弟ラフィー・ウッタ・ラジャートと同じように殺害した。ただし、 結核で死亡したとする場合もある。9月27日、サイード兄弟は、バハードルシャー一世の4男ジャハーンシャーの息子、ムハンマドシャーを即位させた。コーヒー、死女なし ABCDE デリー11。ありがとうございます。